石優太、未来の妻との円満生活、間違いなしの自己洗脳、術、プチトマト嫌いになった甘い恋の胸熱エピソードも、元キング&プリンスの平野紫耀、26、と神宮寺優太、25、が7月、ジャニーズ事務所の副社長を務めていた滝沢秀明氏、41、が今年3月に立ち上げたエンターテインメント会社、トベに合流。二人と同じく5月にグループを脱退した岸優太、27、も9月30日をもってジャニーズ事務所を離れることが決まっていることから、平野と神宮寺に合流するのではと、彼の今後の動向にも注目が集まっている。デビュー以来、キンプリのリーダーを務めてグループを牽引してきた岸さんは、誠実で責任感が強く、メンバーや事務所からの信頼も厚かったんです。それに、誰よりも優しい性格で愛されキャラでもありました。そんな岸さんが、退所後すぐに、ライバル会社ともなりうるトベに加わることは、簡単な決断ではないはずです。岸の10月以降の動向に関しては、現時点では憶測の域を超えることはないが、誰からも愛される男は今後も、芸能界で活躍を続けてくれるだろう。そんな心優しい岸の性格を表す印象的なエピソードが残っている。雑誌、ポテト、ワンパブリッシング、2019年6月号の中で、大人の味をテーマにキンプリメンバーへ行われたインタビューが掲載されていました。その中で岸さんは、こんなエピソードを披露していたのです。自分で自分を洗脳できそうとも。前室の雑誌、ポテトの、大人の味がテーマのインタビューで岸は、甘かった話は?という質問に対してこんな思い出を明かしていた。小学生の時にプチトマトが好きな女の子がいて、俺はその子とコミュニケーションが取りたい一心で、俺、嫌いだから食べなよって毎日プチトマトをあげ続けてたの。そしたら本当にプチトマトが苦手になってきた。笑い。自分の言葉に自分で洗脳されちゃうあたりが、爪が甘いよね。幼い頃に抱いた淡い恋心にまつわるなんとも可愛らしいエピソードですよね。また岸さんは、でもそれを逆にうまく利用することもできるかもしれない。たとえ将来、奥さんが作ってくれた料理の中に俺の苦手な人参やかぼちゃが入っていたとしても、ゼロゼロちゃんが作ってくれたんだから絶対に美味しいって自分で自分を洗脳できそう。と、続けていたのです。奥さんが一生懸命作ってくれた手料理の中に苦手な食材が入っていても、自分で自分を洗脳しながら、必死に食べようと頑張る岸さんの姿が想像できるようで、心がほっこりする逸話ですよね。岸が、大人になったと実感する意外なアイテムとは?他にも、俺も大人になったなぁと思った瞬間は?との質問に対し、こんなことも語っていた。子供の頃親の財布にカードがたくさん入ってるのに憧れて、使い終わった後のプリペイドカードをもらって自分の財布に入れてたの。大人って感じがして嬉しかったんだよね。だから今、財布が自分のカード類でいっぱいになってるのを見ると、大人になったんだなって実感する。と、大人になった感想を述べていました。カード類でパンパンになった自身の財布を見ながら、満足げに微笑んでいる可愛らしい騎士の姿が想像できるよう、笑い。こんな素朴で自然体の一面が、彼が誰からも愛される理由なのでしょうね。9月いっぱいをもって慣れ親しんだジャニーズ事務所を離れる騎士。その先の未来には何が待っているのかは岸本人にもわからないことだろうが、心優しく、誰からも愛される騎士ならば、きっとどんな場所に立っても輝けるに違いない。